모두들 공포 속에 마을을 빠져나가던 당시 당장 움직이기 어려운 아내를 돌보며 피난 대열에 합류하지 않았다. そう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 。で、それは、家内がいたことによって私は、そういうね、慌てることをしなかったと思いますね。それからもう一つはですね、これはもっと大事なこと、私にとって大事なことなんですけども、もしも伝えられている以上の大事故だったら、この狭い日本の列島を動いても意味がないと思ったんですね。 それでね、そういう、だから私は、一番悪い状況から逆に考えたんですね。つまり、引き算したんです。だったら、今、いい、あんまり慌てなくていいと思ったんです。90歳 넘은 어머니와 아들 내외, 5살 소녀는 피난을 보냈다. 노모는 피난에 나선 후 채 1년을 넘기지 못하고 고향에 돌아오지 못한 채 임종을 맞았다. 하지만 向こうの 시세즈에 2つか 3つ 動いたりして 多分 それが 悪かったのかな. だから 行ってから 6ヶ月 後ですかね. 去年の 正月に 亡くなりました. で 母はもともと原発に反対でしたから、多分よくいろんな事情が分かったら非常に悔しかったと思います。だけどたくさんの老人は今もそうです。自分の生まれたところから離れて、非常に悲しい思いの中で今も住んでるんですね。 사람들이 모두 떠나는 곳, 피폭의 위험이 협박처럼 매일 되풀이되는 그곳에서 살며 사사키 교수는 보이지 않는 위험과 매일 싸워왔고 지금도 싸우고 있다. 컨트롤 되기나이. 그래와 돈나니네 안전다 뜻도 하이키구츠 지중에 음해루という네. 그래와 고마카시でしょ. だからテレビでね、いつもスポットのニュースが広告がありました。政府のね、300キロに安全に埋める場所、市町村を探してます。手を挙げてください。漫画で、かわいいアニメで出た。それもいつも出てましたよ。つまり安全に地中に埋めるから市町村で手を挙げたらそこにお金を出して補助します。 事故後ね、いろんな市町村の、あれが、私は、騙されたとか、いろいろ市町村も、町長たち、私から、いやいやいや、あなたね、もっと責任感じてください。もうそれはね、誰も悪くないんです。事故の後、誰も悪いと思った人いないです。まあ、それは本当に悲しいですね。 할아버지를 닮아 언어 감각이 뛰어나다는 손녀. 그래서 할아버지의 귀여움을 독차지하고 있다. 에이요. 아이들에게서 피폭 영향이 더욱 크다는 사실이 알려지면서 서둘러 피난 보냈던 손녀는 사고 1년 후 여전히 피폭 위험이 남은 고향으로 돌아왔다. 피폭의 후유증은 어릴수록 더 크다는 연구가 이어지고 있지만 할아버지 사사키가 손녀를 위해 할 수 있는 건 아무것도 없다. 손녀가 다니는 유치원. 3.11 직후 문을 닫았다가 최근 다시 열었다. 사고 전 80명이던 원생은 지금은 30명에 불과하다. 돌아온 아이들의 생활은 완전히 바뀌었다. 久しぶりにやっと幼稚園が開けるってなった時に、以前は幼稚園に登園してくると、先生外で遊んでいいって必ず言ってたんですね。それがもう
言わなくなっちゃったんですよね。だから外で遊んじゃいけないとか、外では遊べないっていうのがもう子供たちの頭に入ってしまってたみたいで。바깥놀이를할수없게된아이들을위해사고전엔없던시설이만들어졌다모래밭을실내로들여온것원색이줄어남아도는교실을고쳐만들었다방사능위험때문에유치원생은하루30분초등학생이상은1시간만밖에서놀수있다언제까지아이들이피폭공포에시달려야하는걸까피폭은인체가방사성물질에노출되는것을말한다방사성물질에노출되면인체를구성하는분자를결합시키는데필요한에너지보다몇만배에서몇십만배나되는에너지가몸속으로들어온다그렇게되면유전정보를담고있는 DNA 가방사선에의해손상되거나파괴돼각종암과백혈병같은질병을일으킨다어리거나젊을수록피해가크다는방사능피폭사고4년후부터어린이에게서갑상선암이폭발적으로증가한다는통계는어른들을두고두고불안하게하고있다자주병원에들러갑상선상태를체크하는것그것이할아버지가손녀를위해해줄수있는전부다사고직후폐쇄됐던미나미소마의병원의료진부족이심각한상태다피폭을피해피난을떠났던의사들가운데 20, 30대젊은의사들대부분은돌아오지않았고빈자리를채워줄의료진을찾기도쉽지않은상황아내곁을지키며고향을떠나지않은것이옳은선택이었는지는확신할수없다그러나집을떠나피난민가설주택에묵고있는이모를찾아올때마다집을떠나지않길잘했다는생각이든다3.11로집을떠난후아직까지피난민을위한임시거처에살고있는95살이모사고후3년이다돼가지만15만여명의피난민은이런가설주택에산다집을잃었고가족은흩어졌고미래도잃었다아다시는미지다리가이나이구나だから本当ね誰かいるならねたーちゃんでもいる誰もいないと思うから帰ってくる誰もいないね이곳피난민가설주택에남은생을의탁하기전이모가살던곳은제1원전에서멀지않은바닷가마을오다카였다남부러울것없는번듯한집이있었고단란한가족이있었고익숙한이웃이있었지만생애마지막단계에서모든것이변해버렸다가족과떨어져사는난민들특히나이든노년층은피폭후유증에앞서피난피로감때문에사고직후다수가목숨을잃었다이모를만나고돌아오는길역시피난을거부한단짝친구를만났다초등학교6년을함께다닌고향친구니시우치3.11직후임신한며느리와아들아내를피난보내고자신은고향마을에남았다평생살아온고향이폐허로변해가는것을보며원전에대해다시생각하게됐다네고고는낫때신사인낫때메르토다음마대아이때시대에기타적인이뭐原発가이라나인자나이노というふうに思いになりました
샘포시잖아 그래. 끝내 피난하지 않았던 아버지 곁으로 돌아온 가족들. 그 가족을 지켜보는 가장 사사키의 마음은 무겁기만 하다. 原発のことについていつも考えるのはですね、私たちの世代の責任ですね。結局便利さとかね、快適さを求めて原発を作って便利なものとクリーンであると安全だったけど、これは全部神話です。本当に危険だと思いますね。それで、例えば原発の安全って言ってもね、地球にね、埋めるんですよ。 これはね、私たちの次の世代に対してね、とんでもないやっぱりね、負債ですね。その要するに、借金をね。